おはようございます。目覚ましおはようございます。おはようございます。今日はですね、おはようございます。オーストラリアとつないでいるんです。メルボルンなんですが、時差はあるんですか？はい、今夏時間を採用しておりまして、2時間こちらの方が進んでます。はい、なるほど、わかりました。で、あんこさんですね、今日お迎えしているのは、あんこさんなんですが、実は本名、お名前はあんこという名前じゃないんですよね。で、これなんであんこさんなんですか？はい、あずきのあんこが大好きで、死を宣告されたら体の9割方あずきで埋めて死にたいなっていうぐらいに好きなものですから、はい、何でも E メールですかとか、ニックネームで全てあんこと使ってます。はい、なるほど。オーストラリアで、まあ、シドニーでもメルボルンでもですね、あんこって食べられるんですか？はい、インディアングローサリーに行くと小豆売ってるんですね。はい、あとチャイニーズのところでも売ってます。はい、そうなんですね。なので、自分で作って食べてます。なるほど。で、そしたら、正月も、なんか、はい、お餅って入れちゃってみたいなこともできるんですかね？そうですね。ただ、ほぼ一年中食べてるんで、あんまり。お汁粉とかね。そうですか。わかりました。はい。はい、あんこさんは、朝礼だけの学校では、ブログはね、かつて一度か二度出されてますが、ブログを出すよりは、本当に他の生徒イコール先生が出したブログに非常に丁寧に、一人一人に寄り添う形で、投稿してくださってるんですね。それで本当に感心してるんですけども、豪州の方にですね、オーストラリアの方にもういらしてもう30年近いというようなことで、このきっかけになったことをちょっと教えてもらえますか？はい、私はですね、もともと東京の下町で生まれ育って賑やかなところで育った人間なんですけど、なんか下町の江戸っ子だっていうふうに書いてますもんね。そうです。母方でいうと3代続いてるんで生粋です。違うか。生粋です。すいません。はい。賑やかなところで育ったんですけれども、ちょうど藤原校長と同じバブル期にですね、当時は女性が大学なんて行ったら就職もできないみたいな、そんな時代だったんですけれども、短大を出て、商社に入ったんですね。で、まあ、商社で、まあ、それこそバブリーな華麗なる生活を送っておりまして、まあ、当時は何ですか、皆さん寿退社っていうのがまあ慣例で、もう皆さん退職時には左薬指にダイヤモンドをちらつかせて辞めるみたいな、そんな感じの時代だったんですけども、まあ、それに追随して、結婚退職をしました。で、まあ、普通の方だったら、まあ、そこで専業主婦っていう道に行くんですけれども、どうしても性格上、やっぱり専業主婦っていうパターンにはまることができなかったものですから、その後、専門学校みたいなところに行って、エグゼクティブセクレタリーの養成学校みたいなところに行ったんですね。で、その後で、外資系のところに入りまして、アップルに入ったんですけれども、まあ、当時、アップルといっても誰も知らないような状態で、そうですね。何パイナップルコンピューターとかなんか、もう、あれとかにも。アポロ、パイナップルですか。そうです。もう本当に知名度が全然まだない時代だったんですけど、まあ、そこに再就職して、まあ、働いてたんですけど、まあ、その間ですね、残念なことに離婚っていうことを迎えまして、ちょうど娘がまだ3歳に行かない時だったんですけど、まあ、そこでまあ完全に奈落の底に落ちたみたいな感じになりまして、ただなんかここで自分の人生どうなのかなと思った時に、やっぱりここでなんかリセットしたいなっていう気持ちがありましたので、まあ、人生巻き返しのチャンスだなと思って、無謀にもですね、子連れ留学することになったんですね。で、たまたまそのアップルの時の、
グループ秘書さんだった人がちょうどオーストラリアにいたっていうことだったので、まあ、いろいろ話を聞いて、で、まあ、ちょうど、いいタイミングだったのでオーストラリアに、2年間の子連れ留学をしたっていうのが、まあ、きっかけです。ああ、はい、そうなんだ。でそこからもうそのままじゃ、はい、オーストラリアに暮らすことになるわけですよね。あ、いえいえ、それ2年間だけだったので、まあ、もう収入もない状態でしたし、もう本当に言い切るのが精一杯みたいな感じだったんですけど、まあ、とにかく父との約束もあったので一度日本に帰ってきまして、2年を過ぎて、それでその後で、まあ、2年間の学んだことをで就職できるかと思ったんですけど、まあ、それもまあ儚い夢でできなかったものですから、また同じようにエグゼクティブセクレタリーみたいな形で入ってたんですけど、社内 転職みたいな形で経理部に何ですか、転籍しまして、でそこでちょうど当時アメリカの公認会計士の資格を取るっていうのがなんかすごく流行ってたんですよ。はいはい。でそこで USCPA を取りまして、であと大学院の資格も取って、でそこからなんとかやっぱりまた戻りたいなっていう気持ちがあったので日本から応募して、オーストラリアの仕事をゲットしまして、それでまた戻ってきたみたいな感じですね。なるほど、はい、それでずっと会計の仕事をされてしちゃったんですよね、はい、そうですね、はい。で、まあ人生、後半をどういうふうに生きるかみたいな感じで、折り返しの人生どう生きるかみたいな感じで、まあその前後でリクルートという奇跡を読んでいただいたり、60歳からの教科書を読んでいただいたりして、この朝学に、来られたわけですけども、はい、これ、今はそうしますと、まあ会計士の仕事の後ですね、どんな感じでメルボルンで過ごしていらっしゃるんですか？はい、一応還暦を過ぎまして、自分の、まあ、またここでちょっと振り返った時に、なんかもうちょっと余裕を持った生き方をしたいなっていう部分もありましたし、あと自分でボランティアっていうのにはいろいろ積極的に参加してたんですけど、なんかもう少し体系的にボランティア活動とかができないかなと思いまして、たまたまコミュニティサービスという学校がありましたので、そこにまあ入りまして、でパートでまあオンラインで会計の仕事を細々と続けながらその学校に行ったりっていう形をしているんですけど、ただまあちょっとこれ今半年学校を終えて本当にこれが自分のこれから次のステップに行くべきものなのかどうなのかっていうのはちょっと今悩んでいるんですね。ただ自分の気持ちとしてはとにかくこのオーストラリアに来てからもう本当にもういろんな方に力を貸していただいて、もう本当にご恩をですね、もう星の数以上のご恩をいただいたので、やっぱりご恩返しをしたいっていう気持ちがすごくあって、でそれがまだ何かっていうのが本当に模索しながら未だによく分かってないんですけど、とにかく課題としては恩返ししたいっていう、そこの部分で何かしたいなっていうところで。なるほど、はいはい。あんこさんのこれからの人生の選択肢としては、まあこれからね30年40年あると考えたときに、例えば、はい、日本に戻るっていう選択肢はもうやっぱもうないんですか？そのやっぱりオーストラリアが非常に暮らしやすい。そうですね。親や友人にも戻っておいでと言われるんですけど、はい、うん、やっぱりもうそうですね。オーストラリア人になってしまいましたので、もね、そうなんだろうな。こちらのやっぱり友人とかもやっぱり離れがたいですし、はい。娘さんはまあその離婚されたのが3歳とかの時だっていうことなんですが、はい、娘さんもじゃあオーストラリアでも今仕事されたりしてるんですか？いや、それがちょっとひょんなことからですね、はい、オーストラリアの会社に就職してたんですけど、転勤でですね、今パリにいるんですね。ありゃ、
です。なので、そんなきっかけがあって、おととし、ルーブルやオルセーに行くきっかけができたんで、まあ、本当、それは良かったなと思ってるんですけど、で、それからなんかあれですよね、バルセロナでガウディ三昧みたいな。ね。ちょうど娘がその還暦のお祝いにってことで、バルセロナ旅行を姉と一緒に企画してくださいくれまして、そうなんだ。で、ちょっとなんか昔のことで、いろいろ書いてらっしゃることを見てみると、中野サンプラザによく行ったとか、なんか結構オフコースがとか、オフコースファンだったんですか？そうですね、オフコースにも行きましたし、あと、そうですね、いろいろ行きましたね。あと、アバがそれこそ、アバってご存知ですはい、もか？ちろんです。はい、はい。アバが初めて日本に来日したときに、父がですね、アバのファンだったんですけど、父が誰も行く人がいないからってことで、私が お供して行ったこともあります。あと、カーペンターズとか、なんかそ懐かしいのね。割と同じっぽい世代だなっていう感じがしてきました。はい。あとその朝学の中ではサンダースさんが盛んにですね、やってます金の卵を産むコモドオオトカゲ捕獲大作戦ですね。これお金持ちの習慣をきちっとなんか、調べて、でそのうちの、7つぐらいをしっかり自分たちも真似していこうじゃないかと。そうすることで少しでもリッチになろうじゃないかっていうようなことにとも子さんとかマスさんと一緒に参加してらっしゃるんですけども、会計の知識を生かすかもしれませんけど、生きるかもしれませんけども、ちょっとね、朝学の中では部活みたいなもんだと思うんですが、これはあれですか、やっぱり今後もそういう、投資だったり、そういうその、習慣をあるいは自分自身への投資みたいなことも含めて、この活動を通じて、少しこう盛んにしようと考えていらっしゃいますか？やはりこう、なんですか、仲間がいるっていうのは本当に心強く、サンダースさんが本当まめにこう定期的に招集してくださるので、やっぱりこう、レールからこう外れそうになっても、こう招集がかかるからやっぱりこうやんなきゃいけないなみたいな、本当にやっぱり仲間でやるっていうのはの、成果というか、重要性をすごくひしひしと感じました。それでそんな時にちょうどやっぱり発信力っていうのをつけていかないといけないなっていうことを実感しまして、やっぱりこれまで長い間生きてきて、吸収だけどんどんしてたような気がするんですね。でスポンジのようにとにかく吸収はしてるものの、こう出していないのでスポンジが膨れ上がっちゃってるみたいな感じだと思うので、少しこうやっぱりこう発信していかないといけないなっていうのをすごく再確認し始めて、そんな感じで最近ちょっとノートっていうですね、なんていうんですか、あれはブログっていうんですか、あれで発信をちょうど去年の10月の終わりぐらいから始めました。なのでこれは続けていこうかなと思ってます。いいですね。いいですね。それではそろそろですね、皆さんにお題をね、出していただこうかなと思うんですが、本日のお題、どんな感じですか？ですね、先ほどちょっと申し上げましたように、もう本当に社会の恩をいただいているので、やっぱ社会の恩返しをしたいと、もう本当に心の底から思ってるんですけど、皆さんの、社会の、これ見えますか、今。見えますか。もうちょっとこう、ベタッとつけて、見えますか。一瞬見えます。そのまま画面に近づいていただけますか？見えますあ、見か。えます。はい、そのままです。そのままカメラに近づいてください。あ、もう完全に見えてます。社会への恩返し。はい。で、あなたが、社会への恩返しをするとしたら、何の制限もなく予算も、制約もない状態で社会の恩返しをす、社会への恩返しをするとしたら、あなたは何をどのように、どうやって行いますか？その心は。
なるほど。はい。これ1日ですね。まずその社会の恩返しを1日するとしたらと書いてあります。1はい、日ということではい。まずはいいんですね。はい。大丈夫です。もう読めました。はい。はい。ありがとうございます。はい。で、今日、素晴らしいお題を投げかけていただいたあんこさんのこの背景、これ、オーストラリアの背景ですよね、きっとね。はい、近所のたまたま散歩してたら、虹が見えたので、しゃべったんですけど。そうなんだ。この は中、い。虹には意味がありますか？はい、皆さんにもいろいろな凸凹があると思うんですけれども、まあ、大雨が降ったり、あられが降ったり、大雪になったりすることもあるんですけれども、やっぱりいつかはこの後ろのように虹が出てくるので、やっぱり皆さんもこう希望を失わずに 虹がいつかは出てくるってことをですね、思い続けて。何事にもチャレンジしていただければなと思って虹を選びました。いや、素晴らしいですね。もう能登半島にね、住んでいらっしゃる方々にも届けたいメッセージ、最後にきちっとね、締めていただいて、じゃあ、例のやつやってみたいと思います。オーストラリアとジャパンで、共同でですね、このメッセージで締めたいと思います。君ならみんなできる。できる。